ダリル・ホールジョン・オーツは、ダリル・ホールとジョン・オーツからなる、アメリカのブルーアイド・ソウル・デュオである。ホールオーツの略称でも知られる。1972年にレコードデビュー。音楽業界は厳しく、なかなか成功をつかむことができなかったが、74年に、タバレスがシーズ・ゴーンをカバーし、作者の二人も注目されるようになった。 1975年8月に発表した4枚目のアルバムホールジョン・オーツがビルボード200の17位を記録。翌1976年1月にシングルカットされたサラスマイルも全米4位を記録。それからシーズ・ゴーン、リッチ・ガール、イッツ・ア・ラーフ、ウェイト・フォー・ミーなどのヒットを連発した。1980年代以降も振られた。 気持ち、キッスオンマイリスト、プライベートアイズ、アイキャント、ゴーフォーザット、マイイターなどがヒットし、ブルーアイドソウルのジャンルで特に成功したデュオとなった。1985年に行われたライブエイドに出演。長年憧れ、また友人でもあった元テンプテーションズのエディ、ケンドリックス、デビッド・ラフィンと共演している。 その後、1991年に活動停止したが、1995年に活動再開を果たした。現在は互いに音楽プロデューサーとしても、精力的に活動を続けている。ベストヒット USA に最も多く登場している。また、全米トップ10入りした楽曲のうち半数は、ダリルの元恋人であるサラーレンとその妹、ジャンナーレンとの共作である。 2009年にソングライターの伝道2014年にロックの伝道入りを果たした。キャリア40年長でトップ40ヒット29、トップ10ヒット16、ノー1ヒット6、プラチナアルバム8、ゴールドアルバム6、ゴールドシングル6。総売上枚数は推定4000万枚以上の実績を残している。ダリルホール右上写真左。 ジョン・オーツ右上写真右、ダリル・ホール&、ジョン・オーツ中。チャート順位はすべてビルボードを参照している。中チャート順位はすべてビルボードを参照している。ダリル・ホールに関するカテゴリー、ジョン・オーツに関するカテゴリー、ありがとうございます。